7番と SS 所属さあ2人の戦いを行ってみましょう。ライブヒートスタート順位7に比べるときその前に行くような定量があります。鈴木真奈美選手、次神奈川、大きな振り子非常に大きいです。さあ対するは高木一郎選手、プロ石川県、同じくエレファントのライバルアセンション、リバース360両方向に回していきます。ナイスコンボです。2位でキャッチ、ダブル2でキャッチします。そしてチェストそのまま打ちます。オープン前にとってアクリック、そしてグラブを入れてチェストへとスムーズな移行です。ワイディリバースの360はわずかにライン上には乗ってませんでした。対する高木一郎選手、今オンザライン残り時間1分44秒から勝っています。フェイスバウンス、ラストバウンス、ランディングオン、ラストフロントへわずかにラインの角に押してしまいました。さあパルティオンザライン2キャッチから大きなエアーメソッドを入れていきます。非常に大きなエアです。さあここでラインを入れました。ワンエッグのコートはチェストからスタートしましたが、どうしようリードロック、ダブルイーリカッチ、そのままチェストのゆっくりとバランスをうまく取ってスタティックなこのトリック得意とするところです。さあ足を広げてスプレッド、そのままフロントレバーに行くでしょうか。フロントレバー、さあバランスへと戻ります。大きなエア、スタートポジションからの360、そしてそのチェストはゴールです。対しまして高木千恵選手、ここに1分20秒残しています。さあこちらも足を切るか、スタートはしっかりとバランス崩れることなくダブルコースへと進めました。残り30秒。
grały The 360. Żołnierz Smooth na konkurencji. No to jest 10 na 3 biorą. Na siebie. Skoczy 4 do piłka. Porwanie chyba ma boli 10 na biorą i Kalic Skalka. I żeby nie wzięła presję. Dobry dziwio. Okraja.